赤城団で桜町特急ですよね。Okay.
しいです。ありがとうございます。さあ皆さん楽しんでから大きな拍手お願いします。もっともっといいですね。みんなで、ね、楽しんでいきましょう。はい、さあというわけで改めまして皆さん今日は、こちらの、ね、素敵なステージにお呼びいただきありがとうございます。群馬県金川発信赤木団です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちは、はい、群馬県からやってきましたね。はい、そうですね。長野は本当群馬と同じでお山がいっぱいなので、確かに今ね目の前のお山を見て安心しながらライブをしています。本当いい景色、うん、で今日は、うん、道と川の駅っていうことで、群馬県も道の駅ってもうすごくあるんですけど、うん、なかなかね道の駅と川の駅が一体となってるところってなくってですね、赤木な初めてライブです。そうですね、嬉しい。そうだからこういうふうに一体となってるのはここ全国で初めての施設らしくって、そうなんですね。あと、うん、ヘリコプター、ね、ヘリコプターさっきライブ中もどっか行っちゃった行っちゃった飛び立って行ったのよ、すごいよ ね。あの元からここは結構防災的な役割、防災意識がすごく高い施設で、そう私たちの、ね、控室の近くにもそうちゃんと災害用のものとかも用意されてて、この町とか市に、ね、すごくみんなに慕われててね、みんなが安心する、素晴らしい、ね、すごい、されてよかったね。そして今日皆さん、美味しい食べ物とあとビールですか、ビール ね、 ね、あるのでこの後も存分に楽しんでいただけたらなと思います。はい、赤木さんもこの後、6問戦そうもらったって出かけるんだよね。はい、そうなんですよ。なので皆さん一緒に回りましょうね。いろんなことがあるので楽しんでいきましょう。お店の人待っててください。ありがとうございます。はい、それではこのイベントラスト3曲はい、メドレーで盛り上げていきたいと思いますが、はい、皆さんの協力が必要です。お願いします。はい、皆さん両手でガッツポーズをしてください。はい、そしたらここは長野ということで一緒に長野と言いながらガッツポーズを上に上げましょう。拳を上げてください。ちょっと練習してみますね。せーの、タラララタラララ、せーの、長野タラララ、小さいお友達も、せーの、長野。オッケー。旅になったら手を振ったり振り真似をして一緒に楽しんでいきましょう。それでは聞いてください。みんな大好き長野。皆さん長野、もう一回行くか。みんなの声が必要ってことだよね。あーちゃんがみんな大好きって言ったら大きな声で長野でお願いします。そうだね、行くよ。みんな大好き来るのか、来なかった。足りない。